疲れ様です。お疲れ様です。あの、ご存知ですかね。ご存知じゃないです。ご存知じゃない。会ったことないですか。会ったことないです。あ、初めて。そうです。初めてです。よろしくお願いします。動画見ましたか。出てる。見てないです。あ、マジですか。見てあげてください。のんちゃん。はい。のんちゃんです。よろしくお願いします。のんちゃん。27歳、はい、今年8になる、はい、のんちゃん、今日は皆さんお呼びしてしたんですけど、あの、のんちゃんをちょっと暴くじゃないけど、まあ、せっかく YouTube の出てくれる数少ない女性の方なんで、そうですね、あの、ちょっと暴くじゃないけど、キャラを、ファンをどんどん増やしてほしいんで、はい、のんちゃんファン、ちょっとつけますかね。いや、多分もうすでにめっちゃついてるじゃないですか、本当に。ありがとうございます。だから、あの、ちょっと暴くっていうか、みんなでおしゃべりできたらいいなって思って、はい、紹介というか、ね、そう、紹介みたいな感じで、いろいろ聞いていきたいなと思って。はい、男性陣からちょっと話題振ってくださいよ。大丈夫、ついていける？頑張ります、はい、いける？できる限り、はい、何を聞くんですか、マジで。1から10まで。1から10まで、1からお願いします。じゃあ1からまずお願いしますよ。1はまずあれじゃん。じゃあ、まあ1は優しくしておきましょう。まずじゃあ何歳でキスしたとか。まずそれは2。まだ早い。これが2ですか。これが2なんじゃないですか。初恋はじゃあ。初恋は多分幼稚園の4歳とか5歳とかだったと思います。絶対覚えてないよね。幼稚園のこと全然覚えてないんだけど。本当ですか。あの、はとこがいて、はとこに、はい、仲いい男の子、同い年の男の子がいて、その子のことがすごい好きだったのを覚えてます。はい、それってダメなやつ。はとこはギリ、はとこはギリ大丈夫です。はい、2つ、おじいちゃん、私のおじいちゃんとお母さんがいとこ。あ、そうです、そうです。お母さん同士がいとこの子供同士のはとこです。親族はなしにして、あとはでも覚えてないです。それでも初恋はそれかな。小学生は、小学生、あ、でも小6の時に初めて彼氏ができました。彼氏ができた。はい、小6だったと思う。同じ学校の子ですか。同じ学校の同じ学年の男の子でした。あ、まあいいや、まだ。何ですか。いや、まだ早いな。あ、まだ早い。小6ぶっこんのこと。しょうがないじゃん、小学生が来たのかね。小学生のやつなので、でも半年とかそんなちゃんとな感じではなかったと思います。それはどこまでするの、小学生の。どこまで、どこまで、うん、いやでも本当にどこまでって言われると多分ゼロです。あ、ゼロ、はい、一緒に遊びに、あ、手もなかったです。あ、そういうこと。もうなんかみんなの前で会話するのも恥ずかしくて、なんか手紙でやり取りするみたいな感じだったこれまでは。本当に本当に。それだから、それは何を、付き合おうかっていう。あ、でも付き合おうってなったはずです。はい、なったはずです。もう手紙で告ったもん。小学生の頃にですか。小6。へぇ。マジで。それはない。運動神経よかったから。いや、俺書いてもらった。字が下手だから。え、その相手の女の子にってことですか。違う、友達に書いてもらって。友達に。絶対おかしいじゃん。友達にその爆速の思いを代わりに書いてもらって、その子に渡したってことですか。小学生の頃、多分手つないとったの、多分。遠足とかですか。いや、違う。あの、図書館室になんか隠れて。何してんですか。絶対匂い嗅いでるのか。いや、その時でも付き合うとかじゃないじゃん。だから、ね、うん、俺女の子2人おったこと。2人、うん、2人とこう手つないで。そういうの多くない。え、それはどういうつもりですか。彼女2人みたいな。いや、ない、全然ない。なんか女の子、どっちも彼女ではなく、別に彼女と思ってないけど仲良しみたいな感じ。人気の男子狙う。なんかでも小学生ってあるじゃん、足が速い人が人気とかさ。あ、まあまあありますね。そういうので人気になるじゃん。あ、人気だったっていうことですね。そう。で、なんか、なんていうの、あれにさ、書いてあるじゃん、ランクが書いてある、なんていうの、あれ。あ、卒業。卒業じゃない、最後のさ。アルバム、卒業アルバム。今なんかあるじゃん、将来の夢とかさ。あ、文集ですか、うん、卒業文集。で、その人気で1位になってたもんね、俺。次に。次ちょっともうレベル上がるよね、中学生。
何？じゃあキスですよね。もう次は絶対キスするでしょ。初キスは。ファーストキスは、ファーストキスっていうか中学校に入って真面目に付き合うことになったのが何歳なの？真面目に付き合うことだったのは、そう付き合おっかって本当に手つないで。中3。中3ね。中3ですね。中3です。俺中2。同じ学校の人。同じ学校ですね。部活も同じの。はい。あれに憧れんかった？中学校とかさ、自転車の後ろに女の子乗せてさ、帰るみたいな。わかります、ね。わかります、それ。めちゃくちゃわかります。わかるよね。でも歩きなんですよね、僕ら。基本は歩きなんですよ。そうなんですか。中学は歩きですよね。俺、元気だった。規模が違う。どっちかっていうと、俺ちょっとグレ取ったあれじゃん、中学校。だからさ、これでガニ股で乗ってくるやつ、普通にバーンって。後ろにこうやって足開いてさ、はい、ドンって、はいはい、それが嫌だったからさ、横向きで乗ってほしいってことですか。そう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 、だからそういう子じゃない子と付き合ってた。自転車乗せて、そう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 、やば。その帰り、厳しい、自転車乗って帰るっていうのを送ってくみたいな。あ、自分でなんかそれが満足しちゃったね、それで。なんで横向きの子がいいんですか、乗るの。なんか可愛い、可愛くない、なんか。まあでも分かりますよ、なんか可愛いっていうのは。見すぎ。でもあれバランスめっちゃむずくないですか、横向きでこうやって乗ってこうするの。女の子が多分難しいんだよね。めっちゃバランスむずいっすよ、あれ。男は普通に運転できてとか、こけるじゃん、はい、女の子がバランス崩すんだよね。で、こうやって掴まれるじゃん。もう最高やん。キモいわ。キモいわ。キモくねえよ。それに憧れて付き合ったもんね。いつまでこっち向いてるんですか。本当に目が合わないんですね。いや、会ったら多分妊娠しちゃうです。もう社長みたいなこと言って。社長の名言。喉が乾くわ、もう。全然喋ってないじゃないですか。喋っとる。頑張っとるって。上げちゃっていい。3、4、3、もう8ぐらいいっちゃうです。8? 飛び級ですか。飛びますね。じゃあまず初体験は。初体験はの時だったと思います。遅いね。遅い。え、場所は。場所え、気になるわ。神社。場所は、あ、神社。あ、それ見ました。神社じゃないです。神社じゃないです。え、場所はその相手の体育館倉庫だと思う。お家、一人暮らしのお家でした。もうちょっと前言っちゃうんだ。外でとかなかったんだ。外ではなかったですね。なかったです。普通ないですよ。え、なんで？普通はないですよ。外はすごいよ。いや、すごいよ。すごい。何がですか？なんか確かに何がですか？感度が違う。わかるっすよね、俺は。なんかもう、わかるんですか。周りの目も気にしちゃうし、だけどやりたいみたいな。そしたら集中できなそうじゃないですか、逆に。いや、それができるなって。そうなんですか。ハラハラ感がまたいいみたいな。そう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 。多分、お互いにじゃん、それは。お互いハラハラするじゃん。見られてるんかな、見られてないか。でもな、あるじゃん。でもな、あるじゃん。あのね。あるっすね。全然わかんないです。あるじゃん。聞きたい。相当ないのか。そんな勇気は普通ないですよ、多分。普通は多分ないですよ。車も外だからね。車もないです。車もない。車もないです。車でもないですよ、普通。車は外の分類になるんですか。車も外です。車は痛い。痛い。痛いですよね。痛くなるです、後から。なんか何の確かに。行こう。ここ2人で盛り上げてるな。だってやだ。これだけじゃダメじゃん。やっぱ俺らのことも話さない。いや、そう。あ、まあ、そう。自己紹介です。あ、そうですね。確かに、ほぼ初めましてですもんね。で、いきなり変態のことをずっと聞いとったらおかしいですよね。だからこっちからもさらすってことですね。ああ、なるほど。確かに。でも俺一番気になるのは、やっぱその女性を3人なんだけど、なんだけど、一緒みたいな。しますよね。しないですよ。いや、あ、ちょっと、あれあれっていい。あれあれなんだけど、女性の女の次第は絶対 100% やっとる。これ100。説明してるんですか。これは100ですよね。説明してるんですか。まあでもね、女の子なんよ、多分本当にまだ。多分俺らが知ってる女の子だと、
それはするでしょっていう子たちが多いからいや、はい、違うっすね、まあ、普通に考えたら言えないのが当たり前だけど多分俺らがよく言える女の子は、はい、そんなんするでしょだってって言うタイプやっぱり、うん、そなもうすべて何て言ったらいいのかなその度胸が座ってるっていうか度胸が座ってる、うん、だから別に答えに対して無理やるよみたいな恥ずかしいことじゃないですよね恥ずかしいことじゃないだってみんなするもん踏まえてもう一回聞いた方がいいかそれ踏まえて、はい、します別にみんながやってるって思ってるんだったら聞く必要なくないですか確かにそれはいいよそれを聞きたかったはいやってますかあーそうあーそう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 よし満足いやもう満足本当に満足今日どういう意味で満足それはもうちょっと今日頑張るわ何をですか余裕の男引きつけるわ絶対こういう男気になるわ多分特に男の勝者多いじゃんみんな気になる気になるわもうじゃあ取れ高はありって感じですねでも最後のなんかオチがないよねでもそんなまでのあるじゃんどういう体位が好きかこそあそれ恥ずかしいことそれ言えないいや多分そっちの方が恥ずかしいと思うんです確かにそうですそっちの方が多分恥ずかしいかもしれないです嘘やっぱ恥ずかしいの言えるんですかね女子同士でもその話しないですよね友達としたことないです、いやそれよしない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 いやしない俺し話してるけどなみたいな感じだったんだけどもういやいやいやもうなんかパンパンって深のだもんね頭の中しないですしないですよねしないですよねしないですしないですねしないですしないですまあでは今日は、はい、あののんちゃんを晒すぞってことだったんですけど、はい、なんかすごい脱線しましたけどみんな晒そうとしたけど無理だった無理だったダメですねまた次のチャンス次のチャンスだねまあ頑張ってください、はい、次のチャンスはみんな酒ブロブロに酔っ払してるね危ないです、まあ そ, もまあ、でもそもそもですけどちょっと私たちの知らない世界の話をしてたんで弱したところで出てこないです知らないからそれ体で押しますよなんでちょっと違うぞそれ なんで言いますかいやでもはいはい終わろう終わるよはいはい、はい、求人同士とマッチングもお願いします、はい、お願いします、はい、であれです一般の人もできるようになるんですよね6月から多分これが上がる時にはなってる予定なんで大丈夫だ興奮が収まってないけどなんか喋り方がおたまちゃんいやいやちょっとなんかさっきより声高くなってないなってないです全然なってないです全然なってないです俺の気のせいかな気のせいですあ本当ですかはい、はい、気のせいですはい、あのマッチングもお願いします。はい、お願いします。はい、では、また見てね。また見てくださいみんなさん。